アラミス・ラミレス。アラミス・ニン・ラミレスは、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ出身の元プロ野球選手、三塁手。右投げ右打ち。16歳の時にピッツバーグ・パイレーツに入団。参加の A 級リンチバーグ・ヒルキャッツ時代のには137試合に出場して、打率。278.29本塁が、114打点を記録。この年のリーグ MVP を獲得した。 その後、プロ4年目となる5月26日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。これは、球団史上9月2日にミゲルディローンがメジャーデビューして、コーデは最年少の記録となった。その後、シーズンでは72試合に出場し、打率235.72三振と荒削りな面が目立ったが、6本類打、24打点の成績でデビュー1年目を終えた。 は、チームに同じ三塁手のエドスプレーグが加入したことで、シーズンの大半をトリプル a 級ナッシュビルサウンズで過ごすことになった。トリプル a 級ナッシュビルでは131試合の出場で打率328.21。32本塁打74打点を記録シーズン。終盤にはメジャーに昇格し、三塁手のレギュラーとして18試合に出場したものの打率。 179と精彩を書いた。は、開幕をメジャーで迎えたが、4月を終わった時点で打率。167とほとんど結果を残せず、再びトリプル A 級ナッシュビルに降格。しかし6月半ばにメジャーに最昇格し、8月下旬の故障者リスト入りまでの73試合の出場で打率。256.6本塁が35打点を記録した。 新本拠地となる PNC パークが開場し、4月8日のヒューストンアストロズ戦では、球団体記録となる1試合3本塁打を記録するなど、開幕から好調をキープした。最終的に自身初となる3割30本100打点を達成し、3塁一種として、球団史上2パイトレーナーが119打点を記録して、以降最も多い112打点を挙げた。 はシーズン序盤こそ好成績を残していたが、中盤から一気に調子を落とし、最終的に規定打席到達者では最低となる打率、234を記録してしまった。よくも5月中旬まで打率2割台前半と不調が続いていたものの、そこから一気に固め打ちを行い、7月には打率3割台まで上昇した。2003年7月23日に、 ケニー・ロフトンと共に2対3のトレードでシカゴ・カブスへと移籍。移籍後も好調を維持し、63試合で15本塁打を記録した。その後、初となるポストシーズンにも出場を果たし、フロリダ・マーリンズとのリーグ優勝決定戦では3本塁打の活躍を見せた。3年ぶりに3割30本塁打、100打点を達成し、2、 ロンサントが記録した33本塁打を上回るカブスの三塁手として新記録となる36本塁打を記録。9月16日のレッズ戦では3本塁打、1、2塁打で球団体記録となる1試合14塁打を記録している。は、初選出となったオールスターで負傷のスコット・ローレンに代わり三塁手として先発出場。 8月24日のアトランタブレイブス戦で初回を終えた時点で負傷交代。翌25日に左大体4頭筋の負傷により故障者リスト入りしシーズンを終えた。2004年から2006年まで3年連続で30本塁打、90打点を記録、打率も3割前後で安定している。2004年と2005年は共に全試合に出場していれば、 40本塁打を超えるペースで打っていた。は、チームのもう一人の手法であるデレクリーが故障したが、38本塁打、119打点といずれも、自己ベストとなる成績を残した。シーズン終了後、FA を行使するものの、11月12日に、カブスと5年約7500万ドル、6年目は、球団とラミレス双方にオプションの契約に合意し、残留を決めた。 は、チームに、アルフォンソソリアーノが加わり、リーと共に、強力なクリーンアップを形成。7月には新たに設けられた、月間賞である、クラッチパフォーマーオブザマウスに選出されるど、勝負強さを発揮した。最終的に膝の故障による途中離脱もあり、本塁打こそ4年ぶりに30本を切ってしまったが、3割、100打点を記録。リーグ、 最強と言われていた三塁守備も改善され、リーグ平均の指標に近づくなど、守備面でも評価を上げるシーズンとなった。は、打率こそ、289に止まり、2年連続での打率、300超えとはならなかったものの、自己最多の74支球を記録し、出塁率も自己最高の380を記録。本塁打と打点は、前年の数字に上積みし、 27本類が111打点という成績でシーズンを終えた。また、得点点では310とよく打ち、シーズンオフにはハンクアーロン賞に選出された。打撃好調を維持していたが、故障の影響でシーズン約半分を欠場。それでも打率317.15本類が65打点という成績を記録。 ほぼ半分で記録した成績なので、単純に2倍すると30本類が100打点は記録できるペースだった。2年ぶりに規定打席に到達したが、打撃は低調で打率241に止まった。持ち前のパワーでは25本類打を放った。打率も以前の水準に戻し、打率306.26本類が93打点の高成績をマーク。 シーズン後には、自身初のシルバースラッガー賞、三塁手部門に選出された。2011年シーズン終了後の12月13日、ブルワーズと3年契約を結んだ。移籍1年目となる直近5シーズンでは、自己最多、タイとなる149試合に出場。打率、300.27本類が、105打点、9盗塁という好成績をマーク。 打率は2年連続で300を超え、本類打こそ30本には及ばなかったが、4年ぶりとなる100打点超えを果たした。投類も自己ベスト、2類打50本はリーグ1位、守備面でも初めての守備防御点を記録するなど、攻守に充実したシーズンを過ごした。その活躍ぶりが評価され、シーズンオフには MVP 投票で9位につけた。 92試合の出場に止まりバリツ283.12本塁打49打点と不完全燃焼となるシーズンを過ごした。2月27日2015年シーズン限りで現役を引退する意向を表明した。2015年7月23日マイナー選手とのトレードでプロ入り時のフルスパイレーツに移籍した。2015年11月5日オフに。 故郷ドミニカのウィンターリーグであるリーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナのティグレスデルイセーへの参加を最後に現役を引退することを正式に表明した。強靭なリストによってレフト方向への特大本塁打を放つことができる。パイレーツにいた頃は積極的に打ちに行く典型的なフリースインガーだったがカブスに移籍してからは選球眼を改善させ ボール球の変化球を振ることが少なくなり、三振が減少し、四球が増加。シーズン平均で60個程度と非常に少なくなったが、和94三振を記録している。守備に関しては、エラーが多かったが、カブスに移籍してからは減少。肩は強い割にダブルプレーの成功数が少ない。また、もともと遊撃手だったが、マイナー時代に三塁手に、コンバートされた経緯がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。